インタビューでも言ったんですけど、やっぱものすごくディフェンスが良くなくて、まあ、試合進むにつれて29点、20点、17点、14点と良くはなっていってはいるんですけど、やっぱりその特に自分は今日スタートで出て、で、まあ出だしから、もうちょっと激しいディフェンスができてたら、後半になってからやっとスイッチが入ったような感じなので、明日はもう出だしからやっていきたいと思いますし、まあ、ブレックスはもう相変わらずディフェンス厳しいなって他のチームにも思い知らせないといけないなと思ってます。まあ、ローテーションディフェンスというか、相手のシュートが入ったっていうのもあるんですけど、この選手には打たせてはいけないとか、そういった部分を徹底できなかったですし、あとは、まあ、抜かれた後のヘルプディフェンスも甘かったですし、まあ、何よりプレッシャーがやっぱり、ボール前のプレッシャーが全然足りなかったかなとは思ってます。いや、まあ、アクシデントがやっぱり、ギャビンは分かってましたけど、グラントが試合中に指が裂けて前半出れなくなって、そういった部分もあったんですけど、まあ、けど準備に関しては、はい、毎年自分の体と相談して、はい、できてる。今のところは怪我もなくやれてるので、今シーズン、はい、全試合出場できるように頑張りたいなと思ってます。練習通り打ててるんですけど、練習では入ってるんですけどね、今日は入らなかったんで、まあ、あまり気にしないで、比江島でも、去年3ポイントを取ってますけど、開幕7分の0でスタートしてるし、そんなこともあるので、あまり気にしないで入らなくても、打つべきシュートは打ち続けたいなと思ってます。まあ、ほっとはしました。やっぱり、なかなか自分たちのリズムにならなかったから、最後の最後でようやくって感じだったんで、まあ、後半ようやくって感じだったんで、まあ、開幕戦は僕も18ホーム開幕戦、開幕戦もホーム開幕戦も十何年やってますけど、20年近くやってますけど、未だにちょっとふわふわしちゃう部分はどうしてもあって、それで、まあ、とりあえず一つ、先週連敗してたんで一つ勝ってたんで、ちょっと、はい、ほっとしたというか、それかなと思いますけど、プレッシャーディフェンスで味方を信じてプレッシャーかけて抜かれたとしても、味方がヘルプして、そういう練習をずっとやってきたので、そういうのは明日やっぱ出だしからやりたいなと思います。ありがとうございました。